皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はお客様からいただいた質問にお答えをしていきたいと思います。スーパースミスマシンの各種目でどの向きで行ったらいいのか教えてくださいというものでした。スーパースミスマシンって何という方にちょっと説明しますと、スミスマシンって大きく分けて2タイプありまして、このね、軸が地面に対して垂直になっているもの、まあ、これが通常のスミスマシンで、もう一つがこの地面に対してね、若干斜めになっているものがあります。これをスーパースミスマシンというふうに呼んだりするんですけども、軸が斜めになっていて、まあ、バーの動きも若干斜めの軌道になるので、これをどういう向きでやったらいいのかわからない、そういう方もいらっしゃるかなと思いましたので、今回はまあ大まかにね、こういう種目の時はこの向きでやったらいいんじゃないかというアドバイスをさせていただければと思います。まず一番やる人が多いであろうプレス系の種目からご説明していきますけども、基本的にはこのスーパースミスのこの向きっていうのはフリーウェイトでトレーニングを行う時と近くなるようにしていただくのをおすすめします。例えばベンチプレスの場合は、ここスタートですよね、溝落ちのところに下ろしてきてまた上げるってなると、若干一番下ろしたところから上げるにつれて頭の方向に向かっていくんですよね。若干自分の頭の方に向かって斜めの軌道で上げることになるので、スーパースミスの軌道もそれに合わせていただく。なのでこの傾斜が頭の方に来るようにセットして、このように行っていただくとより関節への負荷が少なくて自然な動きになりますのでおすすめです。これはインクラインベンチですとかショルダープレスなんかでも一緒です。基本的にはこの向きでやっていただくのをおすすめをしているんですけども、例外的にスミスマシンでデクラインベンチプレスをやりたい、大胸筋下部に効かせるデクラインベンチプレスをやりたいという時なんかは、通常のベンチプレスとかインクラインベンチプレスと逆の方向を向いて、傾斜が自分のお腹の方に向かうようにセットしていただいてやっていただくと、より大胸筋下部を刺激しやすくなりますし、ショルダープレスなんかでも肩を怪我していてちょっと不安があるという方は、まあ、通常ね、まあ、このように上げるにつれてバーが頭の方に向かうようにセットをしていただくんですけども、肩がね、怪我したことがあったりして肩に不安を持ってらっしゃる、そういう方の場合は逆にセットしていただいて、このように若干前に向かって上げていく、そういう軌道でセットしていただくと肩のね、痛みとか違和感を減らせる可能性がありますので、肩に不安のある方なんかは逆向きでセットしていただくのもいいと思います。では次、背中の種目行ってみましょう。スミスマシンで行う背中のトレーニングでいくと、デッドリフトかベントオーバーローか、まあ、この2種目かなと思うんですけども、どちらともね、バーが上がってくると同時に自分の方に近づいてくるような、そんな向きでセットしていただくのをお勧めします。こうしていただくと、まあ、デッドリフトでもベントオーバーローでも上げてくるにつれてバーがしっかり自分の方に近づいてきてくれるので、まず腰を痛めにくいというのと、しっかり背中の広背筋に効かせやすくなりますので、背中のね、デッドリフトとベントオーバーローはこちらの向きでやっていただくのをお勧めします。はい、では最後、足の種目なんですけども、スクワットとかブルガリアンスクワットのような種目は基本的にはこちらの向きを向いてセットしていただくのをお勧めします。こちらの向きでセットすると上げるにつれて重心が若干前に出ていくことになるので、よりですね、股関節の動きを意識しやすくなります。ここから重心が前に行くので、それに合わせて股関節のこの動きですね、股関節の伸展を意識しやすくなります。でスクワットとかブルガリアンスクワットでお尻とかハムストリングを鍛えていきたい、そういう方はこちらの向きでセットするのをお勧めします。逆にこちらの逆向きでセットしていただくと、前ももの大腿四頭筋を意識しやすくなります。こちらで
担いでいただいて、バーの真下から1歩または2歩足を前にした状態で、ちょっとバーにもたれかかるような形でスクワットをやっていただくと、大きいジムにね置いてあるようなハックスクワットと同じような動きになりますので、逆に股関節の動きが抑えられて、膝関節のね動きが意識しやすくなりますので、前ももの大腿四頭筋が鍛えやすくなります。でまたこのやり方だと腰周りへの負担も少なくなりますので、腰にちょっと不安があるけども、なんとかスミスマシンで足トレしてみたい、やってみたいという方は、こちらのね向きでセットしていただくのをおすすめします。はい、今回はスーパースミスマシンのですね、各種目ごとの向きについて解説をさせていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。その他に何か質問があればコメントによろしくお願いします。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。